どうもとっくんです。今回はですね、大学の理系の授業について少しお話ししていきたいなと思います。大学のどんなとこが知りたいかとか、どんな動画を作ってほしいかというリクエストを、動画の説明欄のところに動画リクエストフォームというのを作っていて、そこからリクエストしてもらうというシステムになっているんですが、今回はその中から理系の大学の授業は難しいですか、ついていけるか不安ですというものがあったので、今回はそのことについてお話ししていきたいなと思います。理系の授業は難しいかということなんですが、あくまで僕の見解にはなりますけども、結論から言いますと、理系の大学の授業は高校の数学や物理と比べて全然難しいなと思います。そんな単純ではないです。もちろん高校で習ったことが基盤になっているので、高校内容をしっかり理解してないと話になりませんし、そういった高校で学んだことをツールとしてより高度な数式を扱ったりとか、より複雑な現象を学んだりするので難しいなというのが僕の意見です。じゃあその授業についていけるかどうかということなんですが、まあ本人次第というのが正直なところではあるんですが、授業についていけるかどうかということを、単位を落とすか落とさないかという観点で考えた時に、僕のあくまで僕の意見ですけども、その大学に入ることができる頭脳があるのだから、きちんとやっていれば問題なくついていけるかなと思います。もちろんちゃんと授業を受けないとか、そもそも授業に来ないとか、あまり課題をやらないとか、そういったサボっていればついていけなくなるし、ついていけなくなればいい成績が取れず単位を落とし、単位を落としすぎると留年するということにつながるわけですね。実は慶応にはいわゆる大学受験一般入試を超えてきた子たちだけではなくて、慶応義塾高校とか慶応義塾指揮校といったいわゆる内部の高校からエスカレーター式で上がってきた子たちもいるんですね。そういった子たちから、僕たちは大学受験をしていないので授業についていけるか不安ですという質問があったりするんですが、僕のあくまで僕の周りにいる内部生の話にはなってしまいますが、彼らは大学受験をしていないことをコンプレックスに抱えているんですね。なのでむしろ大学できちんと勉強しているような子が多いような印象ではあります。逆に大学受験を終えて入ってきた外部生の子たちの方が、受験期にこういっぱい勉強したので、うわもう勉強したくないって言って勉強せずに単位を落とし留年しちゃうなんて子が多いような気はします。まあいろいろと話してきましたけども、最後にもう一度結論を言いますと、大学の授業っていうのは難しいです。もちろんきちんとやっていれば問題なくついていけるかなと思います。まあ入ってからのことは入ってから考えればいいですし、今はしっかり勉強をして自分が大学で何をしたいかということをしっかり見極めてほしいなと思います。もし大学に入ってから授業を受けて、うわなんかやりたいことと違ったってなった時に、その後4年間の学費と時間が無駄になっちゃうので、しっかり見極めてほしいなと思います。もちろん他の大学に入り直すという手段もあるんですが、ほとんどの人はそんな手段を取らないので、今はしっかり勉強もしつつも、しっかり自分が大学で何をしたいかということを見極めてほしいなと僕は思います。それでは今回はこの辺で、この動画が少しでも高校生のためになれば幸いだなと思います。そしてチャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。